長療は中国における原始同教の一派である五戸米道の海層。字はタスク管。長影の子。妻は陽子。弟は長同姓、長道宏。子は長公、長剣。娘は長文紀、長文公、長健、長子。孫は長炉、長英、長端、蝶印。孫娘は長玉蘭ステレ歴には 不明な点が多い。また、長未治療という別称もあるが、後世の不快であろうとされる。官邸の知世下の時代に生まれ、王の学ぶに学び広く、五教に通じていた。晩年になって、職へ行き、革命山に入り、仙道を学び、道書24四篇を占したという。後に、青城山におもむき、1 2歳で没したという。彼の教法の中心は、 祈祷を主体とした治病であり、信者にごとの米を教室させたことから、ごとべ道という呼称が生まれた。長良の伝記は、進むの勝港の手になる新宣伝に小説されているが、多分に殉職を加えられた形跡があり、彼よりも後世のごとべ道の教説も混入している。その教団は、この長校、孫の長路へと伝わり、広まった。 長涼を損傷して、天使と呼び、子孫は竜子山へと移住し、同居中の一派である小一教となった。ありがとうございます。